こんにちは、みずきです。今回は薬局の購入品をご紹介したいと思います。まず最初こちら、まとめ樹まとめ髪スティックということで、アホ毛遅れ毛ピタッとキープ、なんかこれ2種類あったんですけど、キープ力が3つのやつを買いました。ちょっと開けてみます。こんな感じの、匂いはなし、手のひらを汚さずに髪の毛をピタッとこうまとめられるので、すごいいいかなと思います。なんか中学校の時もこういうの使ったことあって、でその時はなんだろう、ちょっとキープ力が足りなかったんですけど、まあこれちょっと使ってみて、よかったらまたご紹介したいと思います。続いてこちら、ちょっともう使っちゃったんですけど、ポケムヒ、私本当になんだろう、蚊にすごい刺されやすいんですよね。なのでもうこういうの毎年バッグの中に入れとかないと、こう刺されまくってかゆみに耐えられないので、毎年これ買ってます。こういうタイプなのですごい楽に塗れるかなっていう感じで、手も汚れないので、なので結構毎年これ買ってます。続いてこちら、キャンメイクのマシュマロフィニッシュパウダーのリフィルを買いました。もう結構少なくなってるので新しく買いました。結構使ってるとパフがこうボロボロになってきちゃうので、こういうところとかなので、これこのパフもちゃんとついてくるので、すごいこれはありがたいなと思いました。もうこれはリピートコスメです。またね、これがなくなったら買うと思います。続いてこちら、キャンメイクのラスティングマルチアイベース、これは結構他の人たちの動画で見た時に、あ、いいなと思って買ったんですけど、こんな感じ出してみると本当に触った感じ固めで、まあ強力なアイベースっていう感じです。まあ色味も透明で特にキラキラとかもない感じです。あ、アイシャドウとアイライナーとアイブロウに使えるっていうことですね。まあプールとか海とか行くとアイシャドウってほぼ落ちると思うんですけど、これ使ってみてまたよかったらご紹介しようと思います。続いてこちら、ヘビーローテーションの消えないティント眉っていうやつで、こういう風に水とかすごい弾いてて24時間消えないっていうことで、まあ普通にペンシルで描いて、そのペンシルの上からハケでコーティングするタイプの落ちないやつみたいなやつは使ったことあるんですけど、なんだろう、その塗った後のこうテカテカ感がすごい、まあ好きじゃなくて、コーティングとかがいらないこういうのが欲しいなと思って買いました。スーパーウォータープルーフなので本当に多分強いんだろうなっていう感じで、描いてみるとこう細くも描けるし、こう太くも描けるし、なんだろう、濃ゆさも多分調節できると思います。このタイプで多分眉毛すごい描きやすいと思うし、こう取れないっていう点が一番いいので、またこれ動画にします。で今この描いたところ、全然時間経ってないんですけど、こすってみます。結構強めにこすったんですけど全然取れないので結構良さそうですね。続いてこちら、ファシオの BB クリームです。でこれウォータープルーフのタイプになっていて、私ファンデーションとかはウォータープルーフタイプのものをあまり使わないので、ちょっと久しぶりにウォータープルーフタイプのファンデーションというか BB クリームを買いました。 SPF50 の PA4+ なので、結構 UV 対策もしっかりしています。出してみるとこんな感じ、あ、柔らかいですね。 BB クリームにしてはすごい柔らかい質感です。うん、割と乾燥もしなさそうだし結構良さそうです。テカリ徹底ブロックということで、まあ毛穴カバーもしっかりしてくれて、テカリでベタつかないということで、結構私には嬉しいタイプのファンデーションです。サラサラ肌が夜まで続く、結構期待大です。なのでまたこれも動画にしようと思います。続いてこちら、またまたファシオのものなんですけど、コンシーラーです。 SPF30 の PA3+ 入ってるコンシーラー、コンシーラーって UV タイプのものじゃないものが多いので結構嬉しいですね。で中身はこんな感じで、スティックタイプ、まあちょっと触ってみると質感は柔らかすぎず、まあ硬すぎずっていう感じで、本当に普通の感じで、乗せていくとこんな、まあカバー力はまあまあですかね。しっかり取ったんですけど、全然まあ厚塗り感が出ない感じがします。まあ、このコンシーラー店頭で実際に試してみたんですけど、結構ね、あのもう試した時点でこう厚塗り感がなかったし、もう本当に自然にクマが消えたので、もうすでにお気に入りな感じのコンシーラーです。またこれも動画で使っていきます。はい、続いてまたまたファシオのやつなんですけど、こちらウォータープルーフのリキッドアイカラー、
というもので、こうアイシャドウって大体粉タイプのものだったり、まあ、ウォータープルーフタイプのものが少ないので、ウォータープルーフっていうところに惹かれてこちら買いました。こんな本当に綺麗なゴールドで、こう全然濃くもなく薄くもなく、いい感じにこう発色があるゴールドです。まあ、粉のアイシャドウとかを海とかプールとかつけていったら、本当に最後の方とかもラメとかもないし、こうちょっと目の周りが汚くなるので、これ使うの結構楽しみです。これもまたメイク動画にするんですけど、まあ、近々川に遊びに行くので、まあ、その時にどうだったかとか結果報告またできたらなと思います。まあ、多分それはインスタグラムかツイッターの方でまた報告します。続いてこちら、ビオデルマの水クレンジングです。まあ、ビオデルマは本当に前からちょこちょこ使ってて、で最後に使ったのが専門学校時代なんですけど、もうそれ以降使ってなくて、ちょっとねこのビオデルマの匂いがちょっと前苦手で、うん、一時やめてたんですけど、やっぱりねこれ洗浄力がすごいので、ウォータープルーフの黒のラインとかもう綿棒ですごいスッて取れるので、まあ久々にこれちょっと買ってきました。もうみんな多分これほとんどの人が使ったことあるとは思うんですけど、結構ね敏感肌の人とかでも使えるクレンジングなので、またちょっとこれから使っていこうと思います。でちょっと100均でネイル用品を買ってきたので、そちらご紹介したいと思います。はい、まずネイルカラー、まあ普通にゴールドとグレーと水っぽい感じのオレンジ、あとはネイルスタンプ、こちらこの上に好きなカラーを置いて、それでこのスタンプでピッとして、そしてその爪の上にポンって押すだけでこう柄ができるので、すごい簡単な商品だなと思って買いました。まあ、本当はネイルショップで買おうと思ってたんですけど、まあ100円だったし、とりあえず100均のものを買ってみようと思って買ってみました。またこれも動画にできたらなと思ってます。はい、というわけで今回は薬局での購入品のご紹介でした。まあ、キャンメイクのフェイスパウダーとビオデルマ以外全部初めて買った商品なので、すごい使うのが楽しみです。でね、結構今回買ったものがウォータープルーフタイプのものが多いので、こちらまあ使ってみて、また海とプール用のメイクを出そうと思うので、あとちょっとだけお待ちいただけたらなと思います。はい、という感じで今日もご視聴ありがとうございました。では